スクール・オブ・ロックは2003年のアメリカ合衆国のミュージカルコメディ映画。監督はリチャード・リン・クレーター。出演はジャック・ブラックとジョーン・キュー・ザックなど。一流小学校の教師になりすました、売れないロックミュージシャンが厳格な興風のせいで頭が固くなった小学生たちをロックを通じて自由に目覚めさせていく姿を描いている。 主人公の親友ネット役のマイク・ホワイトは、ジャック・ブラックの友人であり、彼のためにこの脚本を書いた。バンドメンバーの子供たちは、本当のミュージシャンなので実際に演奏している。2016年にはアメリカで映画をもとに、テレビドラマ化され、2018年には日本でも、E テレにて日本語吹き替え版が放送された。 ギタリストのデューイはロックを全身全霊で愛する男だったが、その熱すぎる情熱と勝手なパフォーマンスが原因でバンドをクビになってしまう。家に戻れば、同居している友人ネットとそのガールフレンドから家賃を払うように言われ、身体極まってしまう。そんな時、ネット宛てに私立学校の臨時教師の話が舞い込み、仕事が欲しかったデューイはネットになりすまして、 名門ホレスグリーン学院へと向かう。もともと仕事などする気のない彼だったが、厳格な規律の多い学校で過ごす、子供たちが無気力なことに気がつき、さらに担任したクラスの子供たちに、音楽の才能があることも見つけ、子供たちとバンドを組んで、バンドバトルに出場することを思いつく。そして、授業と称して、子供たちに、ロックのあらゆることを教え始める。 最初は困惑していた子供たちだったが、やがて、デューイの陽気な人柄やロックの解放感、ありのままの自分を認めてくれるデューイに魅力を感じ始め、一緒にバンドバトルを目指して、猛練習を始める。ガスターデルソル、ソニックユーズ、ソロ活動等で知られるミュージシャン、ジム・オルークが、子役たちの音楽コンサルタントを務めた。ジムの指導で、子役バンドは目覚ましく、腕を上げ、 主演のジャック・ブラックは、子役たちは、あっという間に上達して、僕より上手くなってしまったと語っている。デューイと、生徒たちのバンドスクール・オブ・ロックは、劇中で、映画用のオリジナル曲、スクール・オブ・ロックと、AC、DC のカバーを演奏。スクール・オブ・ロックも、AC、DC からの影響をうかがわせる。他にも、子役たちがブラックサバス、ディープパープル。 ドアーズのフレーズをコピーしたり、アレサ・フランクリンを歌う場面もある。また、デューイを首にしたバンドのオベイカンシーも劇中オリジナル曲を演奏した。こちらは LA メタル色が濃い音楽性。デューイは生徒たちの宿題と称し、様々な CD を聴かせる。女性バックコーラスの子には、ブロンディの幼女、ブロンディとピンクフロイドの狂気、キーボードには、 イエスの壊れ物、ドラムには、ラッシュの西暦2 1 1 2年、ギターには、ジミヘンドリックスのアクシス、ボールドアズラブ、等。また、アンガス・ヤングや、ピート・タウンゼンとの演奏シーンもビデオで登場する。劇中で流れる曲は、ザ・クラッシュ、クリーム、ザ・フー、AC、DC、ラモーンズ、ザ・ダークネス、レッド・ツェッペリン、スティービー・ニックス等多数。また、 キャストのやりとりの中に、モーターヘッドや、シーラ・イートの名前も登場。デューイが、ロックの衰退の要因の一つとして、MTV を激しく非難するシーンがあるが、制作会社のパラマウントと MTV は共に、バイアコムの参加であり、非難はまずいのでカットされるかもしれないと思っていたが、そのまま通ってしまったとジャックが、DVD のオーディオコメンタリーで語っている。劇中で、 レッド・ツェッペリンの移民の歌が流れるシーンがあるが、レッド・ツェッペリンは権利関係にかなり厳しく許諾は困難と思われていた。そこでジャックはロックの神を重要なシーンなのでぜひ使わせてほしいと劇中終盤のホールのエキストラ全員とビデオレターで懇願したところ使用許諾が降りたという逸話がある。どんなことでも真剣になってお願いすれば叶うと語った。 このビデオレターは DVD に特典映像として収録されている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ブラックの活気に満ちた陽気な演技は、スクール・オブ・ロックをとても面白くて、ロックな、楽しい時間に変えてくれる。であり、199件の評論の内高評価は91%に当たる182件で、 平均して10点満点中7.73点を得ている。メトクリティックによれば、41件の評論のうち、高評価は37件、賛否混在は4件、低評価はなく、平均して100点満点中82点を得ている。2013年4月5日、アンドルー・ロイド・ウェバーは、映画、スクール・オブ・ロックのミュージカル舞台化権を獲得した、ことを発表した。 2014年12月18日、舞台化が正式に発表され、2015年秋に、ブロードウェイのウィンターガーデン劇場にて、ワールドプレミアされることとなった。脚本は、ダウントン、アビー製作者のジュリアン・フェローズ、演出は、ローレンス・コナー、振り付けは、ジョアン・エム・ハンター、装置及び衣装デザインはアナ・ルイゾス、照明デザインは、ナターシャカッツが務めた。音楽は、 映画の楽曲に加え、アンドリュー・ロイド・ウェバーが作曲、グレン・スレーターが作詞したオリジナルの楽曲を使用し、音響デザインは、ミック・ポッターが担当した。2015年12月6日より上演され、1971年の、ジーザス・クライスト・スーパースター以来、ロイド・ウェバーにとって、ウエスト・エンドなどではなく、ブロードウェイが初演になるのは44年ぶりとなった。 ニコロデオンとパラマウントテレビジョンにより制作。現在はシーズン3まで全45話が放送済み。前述の通り、日本では2018年6月8日より NHKE テレにて毎週金曜19時25分から19時50分にシーズン1.2を合わせて全25話を放送した。映画版の監督であるリチャード・リンクレータも 制作葬式として参加している。映画版と違い、トミカはバックコーラスではなく、ベースとボーカルを兼任している。日本放送版は日本語字幕も実装されている。トミカは黄色、サマーは水色、デュイは緑色で、その他の登場人物は白字幕で表記される。2019年4月6日からは、 日本の NHKE テレにて毎週土曜18時25分から18時50分にシーズン1.2を合わせて全25話を再放送することとなった。ありがとうございます。